二人とも退職か。残念だ。今までお世話になりました。今までお世話してやりました。次は何の仕事をするつもりなんだ。ひよこ鑑定士。ピヨ。抵抗ペンギン。ひよこ鑑定士になるとどうなるのか。なんだこの仕事量は。さばいてもさばいても終わらない。まったくだよね。お前からどんどん書類が流れてくるのはなんで。安月給やだな。無視するな。もっと儲かる仕事がしたい。お金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 金の亡者と化している。まあしかしお前の気持ちもわかるぞ。ねえペンギン、転職しようよ。そうだな。どこかの誰かさんから仕事を押し付けられるのを逃れるにはそれしかないな。上司からそんなひどい扱い受けてたの。気づいてあげられなくてごめん。頭の血管切れそう。楽して儲かる仕事を探しておくから、その間に僕の分の仕事よろしくね。この後に及んでサボろうとするな。パンダまだか。このままじゃ過労死する。やっぱアイドルしかないかな。現実的な職業を考えろ。ああ確かに現実的じゃないか。僕のルックスはいいけどペンギンは微妙だから。鏡に叩きつけてやろうか。第一候補のアイドルがダメなら第二候補のひよこ鑑定士なんてどう。候補ぶっ飛びすぎだろ。ひよこのオスメスを見分けるだけで儲かるらしいよ。鑑定士の高齢化が進み、若者の志望者もそんなに多くないか。穴場かもしれんな。でしょ。ひよこ鑑定士になってがっぽり稼ごう。一緒に頑張ろうね。こいつから離れるために転職考えたのに、また一緒の職場になるの。そうして俺たちは某企画を退職した。ひよこ鑑定士になるには、ひよこ鑑定士養成所に入るには満25歳以下であること、高校卒業程度の学力があること、視力が 1.0 以上あること、以上3つの条件を満たす必要がある。ひよこがいる。全部同じに見えるけど、オスとメスってどうやって見分けるんだろう。基本的にはお尻を見て判断するらしい。お尻やだ。そんなに嫌がることないだろう。だってペンギンって鳥じゃん、ひよこも鳥じゃん。つまり間接的にペンギンのお尻を確認し続けることと同じじゃん。どうしてそうなるの。オスメスの見分け方。それでは早速見分けていこう。目の前のひよこちゃんを持ち上げて。いきなり実践。座学ではどうしようもないだろうからな。ピピピピピピ。痛い。なんなのこいつ。ピピピピ。痛い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 。ひよこってこんな凶暴なの。やっぱり鳥はパンダが苦手なんだな。この画像を参考にしながらじゃんじゃん見分けていってね。どっちも同じにしか見えないよ。全然違うでしょうか。オスの時は光沢があって芯が中に一本入っている感じ、メスの時は細長くて赤みがぼやって感じがするでしょ。なるほど、わからん。まあとにかくやってみて。これはオスか。それはメス。すみません。ならこいつもメスかな。オスだよ。センスないね。思っていた以上に難しい。へえ、意外に簡単だね。あの微妙な違いがすでにわかるというのか。これはひよこだね。わかりきったことをドヤ顔で言うな。パンダくん。はいはい、すみません。じゃ本気出しちゃいますか。オーラが変わった。オス、メス、オス、メス、メス。すごい、パンダくん全部当たり。当然。嘘だろ、なぜわかったんだ。わかってないけど。はあ、適当にやっただけだもん。真面目にやれよ。そうしてなんだかんだあり、いよいよ資格試験の日を迎えた。これはメスだ。こっちはオス。オス、オス、オス。こいつもオス。うるさい。やった合格だ。これで鑑定士の資格を得られた。パンダもなんだかんだ努力してたんだな。頑張ってないけど。え、勘でやったら全部当たった。宝くじ買えば給料。念願のひよこ鑑定士になれた俺たち、しかしいざ働いてみると想像以上に稼げなかった。これだけ話と違うんだけど。昔は半年働けば家が建つレベルで稼げていたらしい。今では月に平均7日働いて月給20万くらいがザラだとさ。もっとお金欲しいよ。仕事増やそう。それは難しいぞ。鑑定士は不可上の都合に合わせて仕事が来る。他力本願なところがある職業だ。自分から仕事を増やすことはできない。じゃあどうすればいいの。幸い時間はある。働いていない時には他の仕事をする人も少なくないらしい。俺たちもバイトでもしよう。やだよ、めんどくさい。ああ、でももっとお金欲しいよ。お金お金お金。だだをこねても仕方ないだろう。さて俺は帰ってバイト探してもするかな。
おはようございます。おはよう。今日パンダ君お休みらしいからペンギン君頑張ってね。わかりました。翌日。パンダ君、今日は連絡がないのに来てないな。ペンギン君何か知らないかい？いえ。おはようございます。パンダ君、遅刻なら連絡してよね。辞表？今日でやめます。パンダ、これからどうするんだ？就活めんどくさいし某企画に戻るよ。正気か。ひよこ鑑定士の方がなんだかんだ給料もいいし休みも多いのに。だってあそこなら仕事しなくても給料もらえるから。俺がいたからサボれてただけだろ。ペンギン君、ちょっといいかい？はい。数ヶ月後。キリキリ働け。サボろうにもペンギンがいないからサボれない。ピヨ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 。ひよこの鳴き声。変わってないの、この会社は。ペンギン？バンジョールの。何語？イタリア語でこんにちはだ。どういうこと？ニュージーランドやヨーロッパでのひよこ鑑定士の需要が高くてな、俺の腕を見込んだ海外の企業が高待遇でスカウトしてくれたんだ。お前イタリア住まいなのか？ああ、ナポリでそこそこいい暮らしをさせてもらっている。久々に休みをもらえたから帰国して顔を出してみた。そんな、今頃僕も海外で悠々自適な生活してたってこと？いやー、パンダ無理だろう。それが実はパンダもスカウトされていたんだ。うざー、惜しいことをしたなパンダ。よし、会社辞めてひよこ鑑定士に戻っていいですか？ダメに決まってるだろう。キリキリ働け。もうひよこなんて見たくないよ。カルタができました。全国社会人100人飲酒大会決勝戦。ついにここまで来たな佐藤。ああ、決着をつけようぜ山田。では参ります。え、はい。バカな。うから始まる髪の毛は2つある。つまりまだ取れないはず。受け入れがたいものに立ち向かうこと、それは抵抗だ。正解。なに？抵抗ペンギン社畜の50音カルタ発売決定。詳しくは概要欄から。ネックストラップができました。全国社会人100人飲酒大会決勝戦。ついにここまで来たな佐藤。なあ、さっきもやった気がするが、決着をつけようぜ山田。では参ります。ネックストラップ。はい。バカな。ネックストラップから始まる髪の毛はねえよ。なんだよこれ。某企画金星ネックストラップ。普通の名刺やカードはもちろん、某企画社員証やテーペン T カードも入れられるんだ。正解。なに？株式会社某企画ネックストラップセット発売決定。詳しくは概要欄から。え、会場ここじゃない？もうご飯食べるのめんどくさい。わかるぞパンダ。生き物がそうなったら終わりだぞ。電気がご飯ならコンセント挿すだけで済むのにな。次回、人類全員が電気で動くようになった世界。それいいな。パンダのケツにブス。あー、こいつら何やってんの。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの？俺が無限にピチピチしてやる。ペチ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 。この腹黒パンダが。